は日本の東京都を拠点に活動している特定非営利活動法人である。首都圏の大学生が中心となって、主に学生を対象とした議員インターンシッププログラムなどの提供を行っている。NPO 法人 ICAS は1999年10月28日に学生の有志により任意団体として設立し、2002年9月10日に、 NPO 法人格を取得した。スタッフはほぼ学生であり、理事の過半数も学生で占められている。首都圏の都道府県議員を呼び、市区町村議員にインターン生の受け入れを依頼、学生にインターンシッププログラムを体験する機会を提供する。国会議員には受け入れを依頼していない。春季と夏季の年2回開催している。学生に 政策立案の機会を提供する企画。議員インターンシップと合わせて春と夏の年2回開催されている。高校生を対象とした短期議員インターンシッププログラムを提供している。通常の議員インターンシップと同じく国会議員はおらず、首都圏の都道府県議員及び市区町村議員に受け入れを行っている。また2015年秋に、 第10回マニフェスト対象優秀シチズンシップ推進賞を受賞している。都内の高校で都内の地方議員を呼んで出前授業を行っている。首都圏の学生に首都圏以外の地方の地方議員のインターンシッププログラムを提供している。ありがとうございます。